カザフスタン国家保安委員会とは、カザフスタン共和国の諜報機関、秘密警察。カザフスタンにおける旧ソ連国家保安委員会の後継機関、諜報、防御用、犯罪捜査、国境警備を担当する。カザフスタンでは、独自の特務機関の編成の際、KGB の機構が採用されたが、ロシア人職員全員が免職され、 代わりに、カザフ人が採用され、財政が限界まで切り詰められ、非公然に内職の許可が与えられた。その外、ナザルバイフの敵対派は、国家保安委員会が、大統領一家の重報部であると主張している。ソ連崩壊と関連して、1992年、カザフソビエット社会主義共和国 KGB は、カザフスタン共和国国家保安委員会に解消された。 1997年9月17日付、国家保安委員会令第0559号により、国家保安委員会アルマトイ氏、アルマトゥイ州部が創設された。1997年11月5日、大統領令により、大統領直属の対外情報機関、バルラウ庁が創設された。しかしながら、1998年9月、バルラウ庁は、 国家保安委員会の構成下に戻った。ことの問題は、当時、国境警備隊も含めて、スーパート務機関を創設しようとしていた、ナザルバイフの娘ムコラハトアリエフが、国家保安委員会の実権を握っていたことにある。教育機関として、国家保安委員会アカデミー、国家保安委員会軍事大学が存在する。各州には、支部が存在する。タテロ特殊部隊として、 アルイスタンを保有している。ブラート・バイケノフ・サート・トクパク・バイフ・ジェニス・ベク・ジュ・マンベコフ、アルヌール・ムサイフ・ヌルタイ・アブイカエフ・アルヌール・ムサイフ、サイニンマラート・タジン・ヌルタイ・ズトバイフ・アーマン・ゲルディ、シャブダル・バイフ・アディリシャ・ヤメトフ・ヌルタイ・アブイカエフ・サイニン、ウラジー・ミル・ジュ・マカノフ、カリム・マシモフ。ありがとうございます。